総合選手権の女子ダブルスで北京オリンピック4位の末綱里子選手と前田美雪選手のペアが初優勝を果たしました。末綱と前田は5年連続の決勝進出ですが、まだ優勝はありません。粘り強い守りでリズムを作ります。実業団チームの後輩ペアを相手にポイントを重ね、第1ゲームを奪います。第2ゲームは攻撃でも圧倒しました。世界で実績を積み上げてきた2人、ようやく日本一のタイトルを手にしました。一つ一つ結果を残していった先にオリンピックが見えればいいなと思うので、2人で力を合わせて頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。ミックスダブルスは初優勝を目指す池田慎太郎と塩田玲子が、2連覇のかかる平田典康と前田美雪と対戦。1ゲームずつを奪い合い、勝負の第3ゲームも1点を争う熱戦になります。最後は前回優勝の平田と前田のペアが底力を見せました。6時のニュースを